亀鴨神社というのはやっぱり世界遺産に選ばれるだけあって、もう建物歴史、それからやっぱこういうところにこういう建物が建っているということは、いろんな意味での世界との交信とか宇宙の交信とか、そういう意味でもう来た途端に何か最高のものを感じるという幸せですね。最高のもの、つまり伝統はもちろんすごい、その中で今生きている私が新しいものを書く、つまり伝統と革新ということなんですけども、それを過去のものをしっかり尊敬し受け継いで、かつそれから未来のためにも歴史に残るものに参加させてもらえたという、特にここは京都ですので、もう襖絵っていうと、もうどれを見ても100点あったり100点のうちが皆きれいな日本の絵の具で描いております。顔彩というあれで描いておりますね。だからもう色とりどりで、油絵にもないようなきれいな色彩で描かれております。だからもう色は最高の、日本画家が最高の色を出してくださっておりますので、もう同じことをしても申し訳ないということですね。だからそういうことで全く 色ではなくて、光の画家と言われていると光でやりましょうと、そういうことでも最初全く色がない白から描いていった。だそれが逆にピカソが言ってたようにユニークさを表現するということ、それができたと思いますね。仕上がった時に田中角栄が来られて一瞬ハッと驚いたわけですね。つまり特に当時は屏風は全く真っ白で、全く白しか見えなかったんですけど、その時に田中角栄が「ああ、これは200年300年後が楽しみですね」ということ、つまり屏風は古くなっていくわけですね。だから黒ずくというよりも茶色で、でこの白はフランスの絵の具と油でもう絶対変わらないという、それはずっと50年半世紀変えてきまして、その実績がありますので、そう先生がこちらでね、襖絵を描いていただくっていう、私襖絵っていうと大体こう景色の自然のこう森とか木とかそういうのが自然の絵が割と多いんで、単純にそんな風に考えてましたよ。ただ先生の絵とはちょっと襖絵とにした場合にね、すごく部屋が華やかすぎちゃうんじゃないかっていう心配も随分したんです。で先生がこう来られて描き始めて、白でずっと描いてられるのを見てね、もう全然イメージが申し訳ない前とは全く変わってね、いやそのところがどん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 描いていかれるところを見ていくとうちに、先生がねすごい乗ってこられたんですよね、描くことにね。それでもう最後の方のを見て、これはね白い襖にこのような絵を描いていただいて、この先がねどういうふうに、これがまた先生の思いがね、きっともうこの何十年何百年経った後にね、わあ昔松井森美画伯がここにこの絵を残されたという、その思いというものがきっと伝わってくるだろうなという感じをすごく強烈に受けましたね。まあなんとも普通の一般人の人たちが思う襖絵というのとは全く違った素晴らしさというものがここに現れたんではないかというふうに思いますね。まあ最初の頃は白い襖に白の、油絵で描かれたものですから、何が描いてあるのかよく分からなかった部分がいくつかあるわけですが、それが、やはり4年経ってきたことによって襖がちょっと色をついてまいりました。そのことによって先生がおっしゃってたようにこう白い色が浮き上がってくるということで、大変立派な絵になってまいりました。こう当社では
高山って山が神様が降りてきて来られた山ということで大変重要な山なんですが、その山をこう雷さんが降りてくるというようなイメージで先生書かれたんじゃないかなと思うんですが、また向こう側反対側は青いということで、当社にとっては青いっていうのはアフヒって言いまして、神様と人とをつなぐ草でございます。そういう縁を結ぶ草である青いを先生に書いていただいたということで、この神社に一つのこういう風格みたいなものがこう出来上がったんじゃないかなと思っております。また、この襖にはこう愛という字があちこちにこう散りばまってるわけですが、やはりそれが先生の魅力じゃないかなと思っております。この絵もずっと、襖絵が描かれてまして、床の間がこうあるわけですが、床の間に合う、字っていうのはなかなかもう見当たりませんので、先生にこの床の間に合う絵を描いてもらえないかというお願いをいたしまして、先生が、描かれたものでございます。最初の頃はこちらばっかりが明るくて、目向いてたわけですが、それがだんだん年が経つことによって襖と馴染んでまいりまして、大変面白い、絵になったんじゃないかなと思っております。光というのは色ではなくて、過去未来現在いろんな歴史が集まって、それがこう宇宙と空と一緒になって出すものが光だと思ってるんですけど、その最高の光の中で作品を描かせてもらったっていうことは、とにかくもう最初は誇りだったんで徐々に怖くなっていって、もう最後はもうご奉仕するつもりということで書き終えたつもりです。あとは歴史が判断してくださると思います。